今日は何から始める？ロナ、ライフストリーム号の外部からメタリックチャイルドの反応があった。外部なら宇宙でしょ？宇宙でこう…そう、多分フライヤーだろうね。あいつが宇宙船のエンジンを壊そうとしてる。集めたコアジェムが台無しになっちゃうよ。わかった、バトルシップに乗って向かってみる。さあ、どの場所に移動するか決めてください。安全第一。目標地点に到着。ここからは慎重に行動しましょう。いつでも行けます。
ダメです。機動力を持つ私が有利な。私は他のメタリックチャイルドみたいにバカバカしく、すでに全ての戦術と兵法によって粉々になって、この暗い宇宙を永遠兵法とよく口にしますが、基本相手を舐めてはいけない。これでよ。
けにはいきません。場所で戦うのがこの宇宙で圧倒的な機動力を持つ私が有利なのよ。すでこの兵相手行くぞ。
完了。ふざけてないで、早く探しましょう。カーム、どこにいるの？
します。そんな嘘だろ。パン、ここにいたんだね。うわあ、ロナ、なんでそんなにびっくりするの。コアを盗み食いしたロボットみたいだよ。いや、サーバーの調子はどう。ママ、ああ、それが、じゃあこのが、いや、だからこれは、パン、ちょっと変だよ。いや、システム命令、最初から再生して。ロナ、ローカスにこれ以上好きにさせないためにも、まずはこんな形で地球に戻ることになるなんて。システム命令、プロジェクトメタリックチャイルドのデータをプライベートサーバーにアップロード。ファイルアップロード中。完了したら全てのローカルファイルを破棄して。セカンダリーオーダー、アップロードされたローカルファイル破棄。あ、先にやるべきことがあった。プロジェクトメンバーエイデン、全権限削除。誰かいるの。アイリーン博士。何、ローカスの指示で私を見張りに来たの。いえ、それがですね。言い訳なんて聞きたくない、この裏。今すぐ。ちょっと言い過ぎではありませんか。言い過ぎ。プロジェクトメタリックチャイルドは私のプロジェクトでもあるはずです。この状況でそんな、ローカスがどんな手を使ったのか。勝手に決めつけないでください。さあ、コアコネクトの融合データを渡してください。データは全て確保したとローカス所長に報告してある。やっぱり融合データは見つけられなかったのね。このデータがないとコアコネ、ローカスがあんなに自信がある理由がわからなかったけど、あんたのアイリーン博士も私にそこ、はあ、私を信用してるって言ってたくせに。あんたってやつはどれ。うるさい。もういいわ、出て行って。あんたと同じ空気を吸いたくないわ。アイリーン、融合データを渡せって言ってるだろ。アップロードはまだ。アップロード 78%。 アイリーン、許さない。はい、輸送チームに連絡して。こんにちは。一番早い地球行きのシャトルの出発は1時間後ですか。ではプロジェクトメタリックチャイルド、はい、一人はアンドロイドです。はい、お願い。さて、ロナを起こして地球に行く準備をしましょうか。ロナ、そんな。私が、何かの間違いだよ。私が、誰かがロナにそう動くように。あなたも見たじゃない。誰かが私を利用して。ママと私、ロナ、私は、でもママは、人の心は、ロナならってできない。私は探しだ。もうこれ以上、もっと苦しい。お前、使命、そうです、私のせいで自分を責めているば、ごめんなさい。あなたの言う通りです。私にママを撃たせた人物、この反乱の真相、そしてママは生きているはずです。メタリックチャイルドの全ての制御権を持っている人はきっと、私たちはようやくスタートラインに立ちました。もう自分を責めたり後悔したりしません。全て終わってから考えたから。どんな課題がありますか。
アップグレードスタート。アップグレードコンプリート。アップグレードスタート。アップグレードコンプリート。アップグレードスタート。アップグレードコンプリート。よし、戦ってみましょうか。出なかったけど、あと